アーヘンの和訳は、ドイツのアーヘンで1748年に結ばれた、オーストリア継承戦争の講和条約。第二次アーヘン和訳とも称される。1748年4月24日、オーストリア継承戦争を終結させるために、アーヘンで講和会議が開催された。4月30日から5月21日にかけて、予備条約が、イギリス、 フランス、オランダの間で合意され、ボヘミア条件ハンガリー女王、マリア・テレジア、スペイン王フェルナンド6世、モデナ公フランチェスコ3世、デステ、ジェノバ共和国もそれに同意した。条約は、最終的には10月18日に締結された。サルデーニャ王、カルロ・エマヌエレ3世は、予備条約には同意したが、最終条約には、ボルムス条約が保証されないとして同意しなかった。 条約の表紙は役締結を祝う1749年春の花火大会。花火大会の準備としてヘンデルが王宮の花火の音楽の作曲を依頼された。スペインはアシエントの条項に異議を唱え、1750年10月5日にイギリスとマドリード条約を結び直した。条約によりイギリスは10万ポンドの獲得を代償にアシエントの請求を放棄した。 ありがとうございます。